はい、エビちゃん皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ということで今回は、現役選手のセンターバックの評価を、話していきたいと思います。まあ、いつもはね、ランキング形式で出してるんですけど、ちょっとランキングつけるにはね、ちょっと細かい、もうこいつとこいつ同じぐらいじゃねっていうやつが多すぎたんで、今回はちょっと評価だけっていう形になります。評価に関しては今出してるものを見てもらえればわかると思いますので、ぜひ。よろしくお願いします。はい、ということでまずはシュロッターベックになりますね。191cm の22になってます。逆足2なのは気をつけていきましょう。で、左利きです。で、能力はペース77とね、しっかりあって、リアクション値も83と、まあやれる数値で、で、守備値高くて、フィジカルもまずまずと。で、プレイスタイルがこの選手めちゃくちゃ優秀で、まあロブタツ持ってたり、予測持ってたり、ブロックジョッキーあったり、まあ、非常に優秀なコスパかなとは思っております。役割がまあストッパープラスとボールプレイングディフェンダーというところで、まあ値段も安いですし、コスパの中では相当いい部類に入るかなとは思ってますので、かなりおすすめです。次にコークですね。この選手はね、先ほど言ったシュロッターベックとケミが合うので、そこもかなりいいかなとは思います。191cm の逆足が4っていうところもかなり優秀です。能力はペース78と、まあ、最低限あって、で、リアクション値89の冷静さ90。ここ素晴らしいね。で、守備値も86と高くて、フィジカルもまずまずです。で、この選手ね、何よりプレイスタイルが超優秀で、予測以外全部ついてる。インターセプトとかブルーザーとかね。まあ、スライディング以外もかなり優秀な今年プレイスタイルになりますので、かなりいいんじゃないかなとは思います。役割がディフェンダープラスというところで、コスパの方だったらね、シュロッターベックとこのコークをセンターバックで据えるのはかなりおすすめかなとは思っております。全然やれると思います。続いてはロメルですね。185センチの3-2の右利きになってます。ケミがね、プレミアなんで、まあ、損とかを救えるっていうところはかなり優秀かなとは思います。能力がペース80とね、最低限だね、これも。最低限あって、パスがちょっと下手だね、ここは気になるね。で、リアクション値89の冷静さ86、ここも素晴らしいと思います。で、守備値も素晴らしい、かなり高いので、かなり強いと思います。で、フィジカル面も、申し分ないと思います。で、この選手の特徴的なところが、容赦なしついてるところですね。本作やっぱりね、スタミナが切れるとディフェンダーの動きというか、まあもう全選手なんですけど、動き相当悪くなるので、センターバックで容赦なしついてる選手はかなりおすすめかなとは思います。で、インターセプトにスライディングにブルーザーに、あとエアリアルなしだとね、結構競り負けること多いんで、エアリアルついてるだけでもちょっと助かるなっていうのはあります。続いてトモリになりますね。185センチのエアナガの逆足4っていうところは優秀です。で、能力がペースがね、何より84あるの、他の選手に比べたらかなり優秀なんじゃないかなとは思ってます。で、パス値がね、逆足4とはいえど視野48と非常に悪いので、パスは気をつけた方がいいと思います。で、守備位置もね、最低限の数値あって、フィジカルがね、ちょっと81しかないので、アンカーで使うのがおすすめかな。シャドウだとちょっと体の日弱さ出ちゃうと思うので、個人的にはケミはアンカーがおすすめかなとは思います。プレイスタイルがロブタツついてて、予測とロブタツ今年からついたのかな、めちゃくちゃいいっすね。で、ブロックプラスもついてるということで、やっぱり序盤の選手でね、予測ついてる強いセンターバックって少ないので、その中でもね、トモリはついてるので、そこはかなり、優秀かなとは思ってます。で、役割がディフェンダープラスとストッパープラスというところで、まあ、トモリもね、かなり、値段も安いですし、ミランの選手はコスパの選手が多いので、トモリはかなり、優秀だと思います。次はクンデになりますね。180センチの、33の右利きです。能力ペース84とね、加速が85乗ってるセンターバックってなかなかいないので、これは素晴らしいと思います。で、パス値も、まあまあまだ上手い方で、ドリブルが軽いんだよね、やっぱ。まあ右サイドバック登録というだけあって、ちょっと軽めの選手のセンターバックだね。で、守備値も86と高くて、フィジカルも、まあちょっとこれもね、フィジカル80と低いので、アンカーつけてあげてももしかしたらいいかもしれないです。プレイスタイルがジョッキープラス、クイックステップ、もう容赦なし、去年と一緒で、序盤の組んでめちゃくちゃ使用感良かったので、今年はちょっとなんか予測とかないかったり、あと結構フィジカル重視のゲームになってるので、僕はちょっと使ってないので、まだ評価は、できないところなんですけど、ユーミーが使ってて、右サイドバックで使ったらめちゃくちゃ良かったっていう話も聞いたりしたので、まあ、センターバックで使うよりも守備的なサイドバックで使うのも、いいかもしれないです。役割がフォルスバック、サイドバック、プラスプラス。このサイドバックプラスプラスっていう、このサイドバックプラスプラスっていうのがね、なかなか、とかほぼいないので、
これがかなり他の選手に比べたら差別点になるかなとは思います。まあ、組んでも全然今の時期ならやれなくはないとは思います。ここからはね、大会でもスカットに入れるか迷うレベルの選手を紹介していきたいと思います。まずはブレーメルです。187センチの22というところで、逆足27はちょっと気をつけていきたいところです。でペースがこの選手もね、加速が80あるのがいいですね。でパスほんと絶望的に下手なんで、これも気をつけてください。でドリブルもちょっと重いので、で体も超でかいから、ブレーメルってもう本当に肉が詰まってる感じのボディタイプになってるから、もう存在感がすごいみたいな感じっすね。で守備手とフィジカルも素晴らしいですね、この選手は。でロブタス持ってんのでかくてパスチ下手なんだけど、あとはインターセプトとブロックとブルーザーとエアリアル、パワーヘというところで、まあ普通に大会レベルの能力してると思います。なんかプロの選手とかが使ってても、普通に申し分ない能力してると思います。うん、普通にやっぱ足元の下手さだけが気になるっていうところですかね。あとリアクションと冷静さが低いので、そこがちょっと気になるけど、使用感はいいんじゃないかなとは思っております。次はミリタンですね。186の、ヤヤナが23の右利きです。金のミリタオが一つランク落ちて A かなって感じはしてます。能力がね、この選手もペースめちゃくちゃ速くて86ありますね。で足元がね、上手いのがいいですね。他のセンターバックに比べると足元は上手いので、そこはかなりポイント高いです。で、守備値も86と高くて、あと何よりスタミナがね、87もあるのがいい。本当に今年のセンターバックって疲れた時にどうしようもなくなるから、これだけスタミナあるのは、まあ1試合持つと思うんで、まあ持ちはしないけど、まあまだ交代しなくていいかなってなるんで、ここはかなりいいかなと思ってます。プレスタイルがロブタツ、インターセプト、ブロックというところで、予測とね、ジョッキーないのがどうなんかなって感じはしますけど、まだ使ってないんですよね、ミリトンは。まあ、今後ちょっと、試してみてもいいかなとは思ってます。あと地味にエアリアルあるだけでも嬉しいですね。役割がストッパープラスとボールプレイングディフェンダーとなってます。アラウホになります。これも金アラウホは一つ落ちて、まあ落ちないかな、まあ落ちて A ぐらいになるかなって感じです。まあギリです。普通の金アラウホでも大会やれると思ってます。188の23になってます。で地味に右サイドバックできるのいいっすね。可変とかするときに右サイドバックできるのは助かりますね。で、ペースがね、この選手84と、素晴らしくて、リアクションがね、8ぐらい上がってて92になってんのもめっちゃいいっすね。で、守備値も高くて、フィジカルも申し分ないです。で、プレスタイルが超優秀で、ジョッキー、ブロックプラス、予測スライディング、アクロバティック、パワーヘッダーというところで、ただやっぱエアリアルないのが気になるかな。なんだかんだ、例えば、サムカーとか、ちょっと身長小さいエアリアル持ち、通せると大体負けるんすよね。この後紹介する選手、まあ、サリバとかもう今言っちゃうと、サリバとかと比べ、サリバとかもなんかね、競り負けるんすよね。やっぱこれがないかあるかだけでも。だからやっぱこれがないのはちょっと放り込まれた時に不安があるので、ここがちょっと心配かなって感じはしてます。役割がディフェンダープラス、ストッパープラス、ボールプレイングディフェンダープラスとなっております。はい、ということで、まあ今紹介したサリバになります。193センチの23です。ペースもね、この選手82とあって、で、リアクション値86、冷静さ85と、最低限あって、で、守備値が高いね、守備意識88、タックル89だったり高い。で、フィジカルがね、思った以上にないんだよね。90超えてるのがないんで、そこはちょっと気になるところと、あとプレイスタイルでね、エアリアルがないんで、先ほど言ったようにちょっと競り負けることが多いんですけど、あとただ予測プラスっていうのはでかいっすね。なかなか今のセンターバック、現役だといないんじゃないかな、予測プラスの選手は。やっぱ、距離感すごいっすね。タックル入れた時の、あーもう安心だな、サリバみたいな感じはすごいので、これは安心ですね。で、ジョッキーもあるので動かしやすいですし、まあさすがに競り合いちょっと弱いとはいえど、もうメタになるんじゃないかなとは思っております。続いて、バランですね。時代の終わりということで引退しちゃいましたね。まあ一昨日ぐらいに来た SBC です。まあこれもめちゃくちゃ強いです。ペースが82とね、しっかりあって、守備値も87度高くて、タックルが90超えてるのいいっすね。で、スタミナ70しかないんで、結構途中交代は必須かなとは思っております。で、プレスタイル、地味にね、これ助かる、強パス。やっぱ今年センターバックから強パス刺そうとしたら、めちゃくちゃずれて、奪われてそのままスルパスで1点みたいなシーンってやっぱ皆さんやってるとあると思うんですけど、これがね、ディフェンダーについてるだけで、結構ビルドアップ楽になるんで、これありがたいっすね。で、ブロックにインターセプトプラスに予測と、またエアリアル。これついてんの偉いね。で、役割がストッパープラスと、プラスプラスとボールプレイングディフェンダーと、ディフェンダーがプラスというところで。まあ、バランは使ってて強いですね。たまにちょっと怪しいなって思う場面はあるんですけど、やっぱインターセプトプラスってやっぱなんだかんだ今年も強いなって感じてます。勝手に取ってくれること多いですし、位置ちょっと高めにパッてやって、勝手に取ってくれること多いんで、それは助かるかなとは思います。まあ、ケミも、ティラムとか、テュラムとテュラムか。ケフェレンと、どっちもテュラムか。マルクス・テュラムと、
あの、ケフレンデラも来てますので、その辺と合わせてあげてもいいと思います。値段としても、まあ、無難かなって感じです。普通に僕はストレージがめちゃくちゃ溜まってたんで作っちゃいました。気になったので、普通にやれると思います。続いて、リュディガーになります。190センチの23になってます。で、この選手は、まあ、よくある加速がなくて、スプリント速度が高いタイプになってて、気になるところはドリブルはね、使ってる感じちょっと重いなって感じだけど、なんかね、まだ軽く感じる、なぜか。うん、ドリブル値以上のドリブルはできる気がする。で、守備値86と、まずって感じだね。で、フィジカルがめっちゃ強い。フィジカル91の積極性92なんで、勝手に取ってくれること結構あるなって感じはしてます。プレススタイルがジョッキーにブロックに、何よりブルーザープラス。これやばいです、今年。まあ、テオとか使ってる人はわかると思うんですけど、これやばいです、マジで。本当にやばい。相手と並走した時に罰を押すだけで結構取ってくれる。うん、本当に。個人的に去年まではね、多分ほとんどの人が予測プラスがあのティア1になってたと思うんですけど、この守備の中だと。個人的に金ブルーザーであれば、あの、今年ティア1だと思ってます。超強いです、これ。おすすめです。で、エアリアルにアクロバティックというところで、役割がディフェンダープラスプラスで。まあ、リュディガーも超強く感じるね。スタミナ結構切れやすいんで、この選手も70なんで。途中交代は必須にはなってくるんですけど、まあ、それまではもうめっちゃもうブルーザーで刈り取ってくれますし、うん。かなり、強いカードかなとは思っております。次に、ファンデフェンになりますね。193センチの長いの33の左利きになってます。で、この選手は、早い。まだ使ってないんだけど、やっぱ使われると思う。早い。マジで早い。で、もう、ペース89はもう他の選手にない特権だと思ってます。で、パスチは、まあ、で、ドリブル地味にできんだよね、75と。ちょっと重さはないんじゃないかなと思ってます、ディフェンダーの中では。サリバとかと比べると軽いかなと思ってます。で、守備値も85度、最低限あって、フィジカルも高くて。まあ、アンカー起用がおすすめかな。うん、普通にかなり長いにした方が早そうだし、うん。シャドウだとちょっとそのスプリント速度の分がもったいないから、アンカーにしてあげてフィジカル上げるのがいいんじゃないかなと思ってます。プレスタイルが、ここがちょっと残念なんだよね。ブロックとスライディングだけっていうところで予測なかったり、ブルーザーなかったりするので、ここがどうかなって感じはするんですけど、なんか最近気づくのが、なんかもう何よりペースだなってすげえ感じてるんで最近。もう相手早いともうどうしようもないみたいな。抜かれた後のカバーできるのはもうペースだなって感じてるんで、ストライフでバンっていかれて、やべえってなった時に、なんかファンデフェンなら普通に追いつけそうな。ペースしてるんで、まあ、これもさすがに大会級になるかなとは思っております。ラスト、もうこれが SS です。個人的にはもう圧倒的金大工、まあ、この特殊の大工が SSS で、もう金大工が、SS っていう感じです。もうそれぐらいちょっと今年の大工は抜けて強いなって、まあ、いつも通りの感じですね。193の23で、ペースがね爆上がりしてんだよね。加速6ぐらい上がってるから、この大工やばいかなと思ってますね。で、パスも上手くて、リアクション90、冷静さ92で、守備値ももう抜けてるね。今紹介した選手に比べると。で、フィジカルも抜けてるしね。もうやばいね、このカード。で、プレスタイル、ロブタツ、予測、ブルーザー、ブロック、ジョッキー、パワーヘイ。で、エアリアルプラス。もうね、ほんと今年はね、序盤なんか特にそうなんだけど、やっぱエアリアルプラスいないと、もう大工に対抗するのは大工みたいな。だからもう、最初にもう買うのは大工でいいんじゃねえレベルの、もうほんと相手に大工いてコーナーやられたら、えってなっちゃうからね。てぐらいやっぱもう得点力っていう意味でも、他の選手と群をもう抜けてる。もう全然違う、ファンダイクは。っていう意味でもうレベチだと思ってます。もうほんとこれは、大会出るんであれば頑張ってコイン貯めて使うレベルの選手だと思ってます。本当にレベチです。おすすめです。はい、ということで、あとはまあちょっとコスパでも強めな選手は、この辺っていうか、この辺がいればなんとかなるかなって選手は、まあこの下の一覧ですね。マルキーニョス、クリバリ、イナシオ、オタメンディ、バストーニ、ゴドフレイ、キム・ミンジェ、あとはクアレスマ、コナテ。まあこのあたりは、まあギリやれるかなってぐらいになってくるとは思います。まあ、このあたり使うんであれば、まあ、シュロッターベック使っちゃった方がいいかなって感じはしてますけど、まあ、イナシオとかもう、ほんと最低価格ですし、オタメンディも無料なんで、まあ、この辺は、もし無課金の方であれば、使ってみればいいんじゃないかなとは思っております。はい、ということで以上になります。まあ、センターバックに関してはね、ほんと自分の守備に合わせた選手を選ぶのが一番だとは思います。まあ、今年は本当にペースが非常に大事な、作品になってるかなとは、思いますので、まあ、いつも以上にね。なので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。ということで、今回は以上になります。よければね、最後にチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。